今回は久々に蓬莱やっていこうと思うんですけど、これ見てほしいんですよね。クリアモンスター、クリアモンスターのこれまず10位、今までコンプレックスだったんですけど、なんかいつの間にかコマさんに変わってるんですよね。いや確かに昔動画でコマさん S ランクになっちまったズラ出したから、まあ、それの影響かなって思うんですけど、ただ5位に優柔&キリトで、9位にアンチテーゼいるんですよね。ちょっとこれ誰がもしかしたら動画配信者の方も説明してるかもしれない。で、ただこれちょっとこれはね言っときたいんですよ。蓬莱って水属性のクエストなんですよね。で、有利属性木なんですよ。属性相性っていうものを皆さん知ってますっていう。で、今回はこの木属性の何だっけ、アドリン、まあ、これ使っていこうと思います。で、トレノバ運極でしたし、リッシュもラック10だし、もう機械の冒険戦終わったんですよね。もうだから本当は機械の冒険戦終わりましたっていうタイトルにしようと思ったら、もうこう、もうこんなクリアモンスター見てたら、もうそういうタイトルにするしかないね。で、まあ、これでやっていきます。で、これちょっと、ある程度プレイして、テストプレイやってきて、もう抜け方分かったね。すごい初心者向け。で、これどうやってやるかって、まず横勘で、友情出すだけでしょ。で、友情出します。はい。で、こう打って、はい、はい、はい。これ。もうこれ横勘でいいですよね。で、全くの真横勘だと、友情だけだとちょっと残るんですよね。ミリ残しぐらい。だから 10% 削りとか平面使ってたら、まあ、大丈夫なんだろうけど、今回は、まあ普通に殴らないといけないから殴ったね。で、だから2手目は横勘で友情上がっていくだけで、貫通になって倒せるし、すごい楽。で、しかもここも、結局友情で雑魚処理できちゃうんで、まあこんな感じで、はい、3手抜け。いや、すごいお手軽でしょ。いや、これ初心者向けね。で、これも、まあ、これもだから結局こう打ちますの。はい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 。で、これで倒せましたね。あとはまた友情出すだけですごいお手軽な処理できます。はい。はい。はい。で、弱った敵に行くんで、で、プヨが多分3体分の友情をちゃんと出せれば、それだけでおそらく倒せるはず。だからもうこれで全然処理で、おぉ、なんか剣が弱くな。な、剣はちょっと節約して取っていきますの。はい。はい。はい。ああ、透明化してる。やべ、先にリバイアさん倒す。ちょっと待って、そしたら、で、リバイアさんも一応倒せるんですけど、いや、これはちょっとあれだな。はい、初心者向けショット。はい。くそ、入れねえ。いや、でもこれは逆に、ちょっと友情出したことで、ああ、透明化してる。そしたら、ああ、そこか。そしたら、左だから次右透明化するし、ここ挟まって、はい。で、ここ挟まって初心者向けショット。で、あとリジェネあるから、意外とこうやって霧、普通だと霧残ってると結構めんどくさいんですけど、まあ、これ耐久も結構しやすいね。はい、はい。これで、はい、はい。で、倒せました。だから挟まらなくてもいいっていうのはすごい初心者向けね。で、白爆発ってリバヤさん、この弱点判定拾わないから弱いんじゃないのって大思いの方もいると思うんですけど、意外と強い。はい。いや、すげえ分かりにくくなっちゃった。ごめんなさい。いや、本当だったらこれ3体分の友情で倒せるんですよね。すごい楽。で、コンプレックスとどっちがいいのっていう方も多分いると思うんですけど、いや、コンプレックスは、いや、確かにコンプレックスはスピード型とか色々できるから強いんですけど、いや、こっちは、もうすっぽんぽん。もう、いや、確かコンプレックス動画にした時は、あれだったじゃないですか。もうみんな、あー、ちょっと待って、これは、コンプレックス動画にした時はみんな、もう特 L タキシード着て、特 L ウェディングドレスか、女性だし。ウェディングドレス、特 L ウェディングドレス着て、蓬莱迎えに行ってたと思うんですけど、いや、こっちはもうコートの下は裸、すっぽんぽん状態、最低限の服装しかしかめせんよ状態だから、もうすごいお手軽ね。だからそれぐらい、まあちょっと、いや、僕は貧乏ですけど、大丈夫ですかっていう人でも、ちゃんと蓬莱大丈夫ですよって言ってくれるんですよ。これでいきます。で、単体も意外と強くて、で、これ横勘でいきます。はい、はい。で、反射で殴ってるから、そんなに大したダメージ与えてないけど、多分300万前後ぐらいは普通に与えてると思う。なんで、すごい強いね。はい。こんな感じ？なんか結構いい感じなんですよね。で、ちょっと待って、これは、ちょっと待って、これ、あれだな、配置をできるだけ固めときたいな。はい。ちょっとこれ一旦置いといて、まあ、多分倒さないでしょ。はい。はい、よし、危ね。で、できるだけみんな固めてから抜けたいんで、とか、これを、はい。で、ここで貫通反射、ここで貫通、で、こう打ちます。はい。で、これで固められたね。で、固めときたかったのは、まあ、友情出しやすいからにしときたいのと、あと、ちょっと待って、これ誰スタート？
そうで、これ左に行くんですよね。だから、まあ、これでこう行きます。はいはいはい、これで左にこうやってボムスロー飛んでいくんですよね。でそれで倒しました。これで3体分出します。はいはい、これ出します。はい、こんな感じでどこがみんなの HP が一緒な時は左側優先で行くのかな、これがちょっと分かんないんですけど。であとは次これどんどん右に飛んでくんで、はい、でこれ倒したら、はいはいはい、これではいできました。いや今のさすがにアクアドラゴン挟まるのまでは狙ってないね。なんですごい楽ね。あ、そういえば、ちょっと待って、これは。はい。で倒します。そういえば、昨日、酔った自分の実況動画みたいなの出したじゃないですか。あそこで、コメントで言われたんですよ。酒に酔ってなくてもそんなテンションないですねって。いや、酒に酔ってない時と、いや、酔ってる時の自分全然違うでしょ。いや、もしかしたら人から見たら違うかもしれない。いや、自分で見たらもう全然違うからね。やんなこと普通言わないよ。これで。あれだな。さすがに友情だけだ。判定1個しかないんで、そんなにすごい火力出ないね。そしたら、これは、こう打っての、はい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 。で、友情出して、倒します。いや、もう全然違うからね、あれ。しかも、さらに、あの状態には上を残してる。あれまだギアセカンドじゃない、まだサードとホース残ってるから。これでいきます。これで、はい、はい、はい。だから、意外とこんな感じで結構単体火力出るんで、で、まあ、ゴエモン SS なんで、一旦じゃなくてある程度継続で殴れるから結構強い気がするで、これで、はい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 。そしたらでこれいきます。で左上スタートと右下じゃない、下のあれか、だからこれ挟まってあれ倒してから多分下に飛ぶはず、これで、はい、これ多分下に飛ぶはず。はい、で意外とやっぱ範囲広いよね、あれ拾ってくれるもんね。はい、これで拾って、はい、はい、ぐるっと回って、はい。いや、ちょっと残るね。で、リヴァイアさん狙ってほしいと思ったら、だから先にリヴァイアさんを殴る必要があるんですよね。はい。うわ、そっちから行く。いや、でもギリギリセーフ。で、倒しました。で、そろそろ、配置。いや、ボス位置に向けて、一応これ、貫通になれる SS じゃないんで、ちょっと配置考えないといけないね。はい。で、これで、はい。はい、で、これでこういきます。そうだね。あと、この、いやー、この HP ちょっと微妙だな。意外といい位置にちょっと誰か作りたい。誰かちょっといい位置作りたいの。はい。はい。いやー、ちょっとみんなの位置がすごい微妙。いや、できれば左下か。できれば左上か右下の角にちょっとキャラを置きたいんですよね。なんでかっていうと、貫通になりたいから。いやー、でもこれ無理だな。ここで倒して。あれで、しまった。ここで SS、いやいやいや、あれしちゃった。うわー、しまった。本当だったらこれ。やっちゃった。本当はこれ、あれだ。ただブロック、アンチブロックなしで打ってカンカンして倒せば、あのキャラ右にずらすことなかったのに。そしたら、まあ、とりあえず、どうしようかな、これ。いや、この角度微妙だな。倒せなさそう。まあいいや、これとりあえずこう打って、まあ倒せたらラッキー。いや、上で止まる可能性あるんですね、これ。はい。貫通になれるかどうか。よし、慣れた。いや、これ一番いいパターン。で、そしたら、SS どうしようかな。まあ、とりあえずこれ殴って、一番 HP 低い状態、このリヴァイアさんにしておきます。そしたら透明化防げるしね。はい。で、これ殴って、はい。はい、いや、これすごいいい感じで。おお、うわ、どうこれ。いや、すごい強いでしょ。これ、降臨ですよ、降臨。いや、降臨でこんなことできるキャラ、います。で、これで、で、加速状態になったんで、もう SS 使わなくても、もう2ターンは実質 SS みたいなもんだから、すごい強いね。はい。ちょっと、こう打っての、こう打っての、完全になりの、はい、加速。はい、殴る。はい、加速。殴る。で、このコンビ、すごい強いね。あー、やべえ、ちょっと待って。で、リジェネあるから耐久もできる。え、ちょっと待って、これ右下スタートだな。いや、今これ、ここで抜けると、左上と左下なんですよね。一手で倒しきれなかったら、浦島に挟まった状態スタートなんで、実質一手でぷよ処理しないといけない。いや、これちょっときついな。なんで、これ一旦置いときます。横勘で。おー。
間違えて、間違え、スクショ取っちゃった、危ねえ。はい、で横間で置いときます。危ねえ、なんでスクショ取ってんの。あ、でも継続ターンそんな長くないね、2ターンしかない。うわ短っ。そこでこれでそこスタートでしょ。んでここ置いときます。はい、でここ置いといて、で次あれで倒しての、だから上のあれからスタートね。上の、なんだっけ、アドリンか。アドリンからスタートね。横間で倒して、まあ、下げつつの、はい。下げつつの、まあ、ハートはいいや。リジェネあるしね。リジェネで実質電線切り、電線抵抗 S みたいなもんだから、なんだなんとかなるでしょ。で、これでいきます。で、あれスタートだから、で、優勝ってこれが結局誰に飛ぶかわかんないんですよね。はい。こう打って、はい。倒します。で、結局よくわかんなかったね。そしたら、うわ、SS 使う、いや、使わなくていいかな、これ。ハートあるし、リジェネで耐久もできるし、まあ、これ、ラテが立て込んで、まあ、浦島削りか。はい。で、浦島こうやって削れるし、まあ、次のターンで倒せばいいからね。で、これで透明化するけど、まあ、リジェネあるから耐久できます。これも育てればいいし、ハート。はい。ここ打って、はい、はい。で、これで倒す。意外とやっぱ単体火力高いよね、この友情。でもこれすごい良いね。次金ハートになるもんね。いや、これは金ハートね、起こり中も、これは金ハート起こる人も、いや大丈夫でしょ。いや、これ金ハートのおかげで勝ったでしょって、多分言わないでしょ。で、これ、はい。おお、うわ、蓬莱の顔。うわ、これはちょっと18金になるね。いや、これはちょっと、小学生にも見せられる健全チャンネルを心がけてるのに。お母さん、小学生がお母さんの前でも見られる健全チャンネルを心がけてるのに、いや、これはちょっとまずいかもしれない。で、はい。どうしようかな、誰で抜けてどういう配置にしようかな。できれば貫通スタートに、貫通ですぐ動ける配置にしたいんですよね。はい、これで、はい、はい、まあ、友情出して、どうしよう、みんな真ん中に置いといた方がいいかな。それか真ん中付近に置いといて、である程度こんな感じで激しく喧嘩ペン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 積んで、なんとかするか、まあ、とりあえずここは一旦置いとく。あの下の配置、あの位置だけは本当にまずい。あの位置は浦島の下に来ると本当に何もできないんで、ちょっとやめときます。で、これで抜けます。はい。で、金ハートは、これ金ハート中が起こるかもしれないけど、運が、はい。ラック99とかのキャラ多いと結構出やすいんですよね、こういう金ハートとかって。はい。で、これ左にずらして、はい。あれ。不老不死の霊薬、これ大丈夫かな。いや、これ大丈夫。いや、ちょっと心配になってきたな。いや、これ右下がいい感じにいるけど、あれ、いや、これしまった、これ配置失敗したかもしれない。ちょっと待って、これどうしたら、そしたらこれ、友情出します。 SS 使っても、いや、これね、意外とここの縦感って、激進化パネル行く前に止まりやすいんですよね。これはもう長年の経験からもできてる。だから暴れた方が多分いいんですよ。だからちょっとこれ暴れます。で、いろんなキャラ加速しといて、次貫通になったキャラがもう加速していろんなとこ動けるようにしてる。やべ、やべ、これはちょっと、いや、これは、いや、これはちょっと怪しい。いや、これはちょっと待って、これは、待って、これは、いや、これはちょっと待って、ちゃんと、はい、こう打って、はい。よし、ギリギリ生き残ってる。よし、危ねえ、バハムートスタートお願いします。でも透明化するけど、いや、ここから浦島倒して、いや、全然大丈夫ですよっていう、いや、今のは事故じゃないですよっていう。はい、うわー、こんなことされると思ってなかった、バカ野郎。で、これで、まあ、ちょっと待って、ここでわざと長いこと、わざと浦島倒さないでおいて、いや、こんなこともアドリンはできちゃうんですよっていう。で、 SS 使います。はい、はい、はい、はい。で、これで倒します。これで倒します。やっぱ意外と強いよね、この友情。意外と単体火力強いから、やっぱ蓬莱でも強いかもしんない。で、最後はやっぱ SS で、やっぱ加速ね。あ、そうか、透明化だから、どっちにしてもで、やっぱ金ハート、ほら、湧きやすいよね。今までガチャゲンとかでやった時に金ハートが多分3回ぐらい湧いてると思うけど、そんなこと今まで、ああ、やばい、蓬莱の中にいる小学生にも健全チャンネルなのに。どうしようかな、これ横間でいっか、横間でいいでしょ。はい、こういきます。もう本当だったら何でもできるもんね。はい、はい、はい。
いやどうしようこれ、いや全く見えなかったね。まあいいや、これで終わります。これでもすごい参考になった、初心者向け。いやだから初心者で蓬莱に勝てないよっていう人いたらこの動画見せたら、あ参考になってありがとうございますってツイッターでまた報告してくれる人いるかもしれないね。終わります、ごきげんよう。